ワイヤードバイ友木助真全7モデルですね。これがもう今発売中です。そうですね、10月1日から、はい、で僕がしてるのはですね、レトログラード。助真さんのはこれはもうクロノグラフです。クロノグラフですね、なんか人気があるのはなんか四角いタイプだって話聞きましたけどね。そうなんですよ、見えますかね、カレンダーが、うん、あの漢字懐かしい、今月って入ってますけど、はいはい、これはまあちょっとポイントになってる、まあこだわったところなんですよね、なんか懐かしさがある感じがしますね。最初に70年代も初期ですね、71年あたりのアーカイブを全部見せてもらって、そこからちょっとインスピレーションを得て、なるほど、こういうものを作ったんですね。割とこれとかはもうほとんど原型にちょっと近いようなデザインがあったんですね。なるほどね。それをこうまあ細かいところはいろいろ変えてるんですけど、はいはい、でこういうふうになったと。なるほど。曲線がすごくこう印象的ですよね。四角いけれどもね、ただスクエアなだけっていうのではちょっとなんか足りないかなと、おしゃれが。もう一つはこの茶色、何色って言えばいいんですかこれは、あ、これですね。まあ、この茶色い文字盤自体がこうあったんですけども、アーカイブに、はい、これだと思って、これの を作りたいと。なるほど。で、まあ、出来上がってきたものをこう成功の割とベテランのスタッフの方が見て、はいはい、茶馬ではないかと、まあ、ちょっと業界っぽいでしょ、そういうのは。茶馬、まあ、割とこれを見て、まあ、マニアの人たちが茶馬じゃんみたいな、出ちゃうと思って、でしかもほらこう小さな文字盤がこれベージュになっててね、その辺はね、ほら一応スタイリストだから、ああ恐れ入りました個人的にはどうなんですか。まあ、僕もはめてるんでね、やっぱりこのチョコレートっていうのは、なんか気分かなと思って、かなりこれは好きですね、ただまあどれも好きなんですよ、これも今大角さんやっていただいてる、このグレーの文字盤に、そうですね、グラデーションの効いたもの、ね、シルバーグレー、これはかなりこだわったんですよ。これはあれなんですよ、オーバルなんですよね。なんすかオーバルって、要は楕円、楕円ですか。楕円ですね、はい、これはまあまん丸、まんまるですけどね、これもまたなんか味がありますよね、この楕円も ね、これもちょっと茶色系、これね、唯一黒い文字盤に、まあ、ちょっとゴールドっていうか、この辺も割といやらしいタイプ、やっぱりどうしてもこう黒いこう作ってほしいと、はめるとね、雰囲気出るんです、これ面白いんですよ、今2つはめちゃってるけどね、まあ、こういう感じです。なんかあれですね、こう黒に見えないですね、なんか茶っぽく見えちゃうね、ちょっと、ね、いいですね、高級なムードが、なるほど、じゃあ、 まあこのグレーと茶色とそして白と黒という文字盤はまああるということですね。それからベルトですけどもね、これは特徴があるんですよね、はい、そうなんですよ、これね、あのベルトは一応デザインは統一されてます、全部、同じなんですけど、まあ、滑らかで、そうですよね、これはもう高級の証なんですよ ね、滑らかっていうのが、で、まあ、デザイン的にはもうこういうベルトが、まあ、好きなんですね、だから全部これにしたんですけども、これにするにあたって、やっぱ奥深いいろいろ企画の方に教えてもらったんですけども、こういうヘアラインみたいな、これ縦と横があったりするんですよ、これが一つずつ、まあ、このパネルに変えていけるんですけども、それを割とそれぞれちょっとこだわって横、縦とかいろいろ変えてます、それぞれ、だからそれによってこう反射っていうかリフレクトも違ってきてます、しかもこの薄いね、こんなに薄くて分かるかな、薄いんですよね、このベルトの金属のベルトのこのサイズアジャストっていうんですかね、これが付属のピンがあって、まあ、あの絵で見てもらいますけれども、非常に簡単な、そうですね、僕も自分でこれ合わせましたけど、もうかなり不器用なんですけどね、僕もできます、そんな僕でもできました、なるほど今っぽくないじゃないでしょ、
でも流行だとか、まあ、そんなことではない、なんか外側にいる感じがしますね、この時計ね。まあ自分がやりたい、したい時計っていうのがまず一番最初にね、うんうん、念頭にあって、それであとはセイコーっていうそのブランドへの思い入れっていうのは特別なものが僕もあって、うん、それがまあやっぱり70年代前半ぐらいのね、うんうん、ものに対してのこうすごい興味っていうか、うん、っていうのが強くあったんですよ。最初の腕時計がセイコーとかそういうことですか？あのね、僕はちょっと違うんですけど、うちの兄がね、うん、父親から中学になる時にもらってたんですよ、セイコー。真横で見てたんですよね、僕小学校2年ぐらい。なるほど、うん、なんか羨ましいじゃないですか、うん、なんか分かんないけど俺も欲しいみたいなでももらえないから見せてみたいな。なるほど、ね、見た時にあ、うん、これはなんか、うん、こういうのは大人なのみたいな、なんかそういう感じを受けたんですよね。なんか品切れがね、続出っていう話もありますけども、ありがたい話ですけど、まあ、なんかいろんな人にはめてほしいです。そうですね、はい、あまりあの高級時計って言われるようなそのハイクラスなプライスでもないんで、まあそんなにあの買ってしもたみたいな値段じゃないんですよ。ぜひ試してください。そうですね、まあ、しもたには絶対ならない、まあ、デザインですよね。そうですね、そう思って作りました。はい。